イラスト講座のない2回は構図についてこのような流れで進めていきます。構図を練る目的は視線の誘導です。目の主役と脇役の置き方を工夫して主役に目を持っていくようにしましょう。こちらは1年くらい前のひどいラフ、そしてこちらが構図を工夫して位置を修正、背景を少し変更したものです。こちらには別動画でも触れたフィボナッチらせん構図を使っています。構図には少し並べ立てただけでもこのようなものがあります。使いやすい稲丸構図や三角構図、少し応用編の三分割法、黄金比、白銀比、マニアックなので触れませんが青銅比なんてのもあります。日の丸構図や三角構図は絵や写真の中に丸や三角を置いてその中に線を閉じ込めるというもの。三面活法は分割したカーテンや線の上もしくは間にイラストの大事な部分を配置することで絵を安定させたり動きを出したりするもの。モナリザに使われる黄金比、法隆寺に使われる白銀比なんかも基本的な使い方は三分割法と同じです。そして黄金比を応用したものがフィボナッチ螺旋コースと呼ばれるコースです。こちらは螺旋の中心や線の上などにイラストの大事な部分を配置していきます。続いて同じ絵を日の丸、水平、斜め、線の間に置いて比較します。パーツの置き方が決まったら画面から視線を逃がさないことを意識して背景を描き込んでいきます。丸を基調とすると可愛らしい印象に、三角を基調とするとスタイリッシュな印象に仕上がります。私の構図の下敷きとなっているのが日本の宗教画であるマンダラです。中心に主役を置いてその周りに放射状に脇役を置いています。